1977年の滝の上駅跡とその周囲、赤で囲った場所に駅があった。赤い線は田口線の廃線跡、画像左上に稲目トンネルがある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成滝の上駅は、現在の愛知県新城市海老に、かつて存在した豊橋鉄道、田口線の駅である。廃止当時の所在地は、 南下田郡宝来町。1956年までは南下田郡予備町だった。滝の上駅は1949年8月3日、田口鉄道により開設された。田口鉄道は、現在の JR 飯田線本流しの駅と北下田郡下田町を結んだ鉄道である。駅の開業と路線の開通の時期には大きな開きがあり。 駅を挟む三河屋駅から清崎駅までの区間が、同鉄道の第二期線として開通したのは、駅設置より20年近く前の1930年のことである。1956年10月1日、田口鉄道が豊橋鉄道に合併されたため、豊橋鉄道、田口線の駅となる。それから8年後の1964年、豊橋鉄道は、 赤字の拡大を理由に、田口線の廃止を決定。路線の廃止は1968年9月1日付であったが、その直前の8月29日に台風で被災して、田峰駅から清崎駅までの区間が線路破壊により、普通となり、滝の上駅を含む三河エビー北の区間は運転していなかった。廃線となった田口線はバスに転換された。 2012年現在、田口線があったルートに沿って走るバスは、豊か鉄バス田口新城線である。愛知県道32号流しの東栄線を走行しており、駅名と同じ、滝の上という名のバス停がある。駅跡地はこのバス停留場の裏手で、そこには原型をとどめた駅のホームが残っている。片面ホーム一面一線で列車の行き違いが不可能な駅であった。 駅員は配置されていない。1957年度の乗車人員は3万9000人で、そのうち約5割に当たる1万8000人が定期乗車券での利用客であった。この乗車人員は田口線の全11駅中で、三河大草駅、長原全駅、三河大石駅につい4番目に少ない。一方、貨物の取り扱いはない。ありがとうございます。